どうもこんばんは。ようこそお越しくださいました。こんばんはっていうにはまだちょっと日が高いんですけれど、前川喜平さんの講演会に第2会場第3会場も満員になってしまいました。すごいですね。もうちょっとびっくりしておりますが、すいません。本日司会を務めます、東灘球場の代表も務めている小山紀子と申します。よろしくお願いします。なんか本当にちょっとびっくりしているんですけれど、会を始めるにあたりまして、主催者を代表いたしまして中島淳さんに一言ご挨拶をお願いいたします。どうも皆さんようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。こちらの会場は1月の16日に最初に前川さんに来ていただいた会場だそうで、私はその時伺いませんでしたけれど、850人の方、もうあぶれてもう入れないという方もいらっしゃったと思いますし、その時にいらっしゃってまた今日来てくださった方、本当にありがとうございます。先ほど小山さんがおっしゃったように第3会場まで今、前川さんを挨拶に行かれてました。すごいですね。こちらでだけじゃなしに第2会場第3会場で挨拶をされてます。お人柄だと思います。ただ、前川さんも私の友人の中にはですね、前川さんも、事務次官の時に、天下りの問題で辞めた人とちゃうの、そんな人なんで呼ぶのという友達もおりました。ちゃんと私説明いたしましたが、これは実際に前川さんのその後の行動ですね、皆さんもご存知だと思いますが、ところが、昨日一昨日ぐらいから、マスコミといいますかテレビ、特にテレビのワイドショーなんていうと、今日大アメフト問題でもすごいみんなそればっかりですよね。だけどあそこで、私感心したのは青山学院大学の福岡伸一という教授がちょっとコメントを入れてましたの、たまたま耳にしたんですが、彼は何と言ってるかというと、これは解明度の問題だと。一番解明度のすっきりしてたのは日大の選手個人で、あとの監督コーチそれから学長、もう解明度という点では全然ダメ、とおっしゃってますが、非常にそれが印象に残っておりますが、その解明度でいうと国会のあれ佐川さんですか、柳瀬さんですか、前川さんも出られましたが、この解明度では前川さんがピカイチだと思うんですね。そんなことで、前川さんのことで、我々非常に関心が強い時の人だと思うんですが、確か3月の10日の朝日新聞のオピニオンだったと思うんですが、3人の方が意見を述べておられました。その一人、Y さんという方が、前川さんを呼ばれた中学校の校長さんでした。3月でも退職されたそうです。で2月に授業があったんだと思うんですけども、この方がなぜ呼んだかということを堂々と述べておられました、活字ですけども、そしてその上井元校長前校長がですね、私は子どもたちにどういうことを言ってるかというようなことで、この発言されているのに本当に感服いたしました。今日は本当に教育の専門の前川さんが、個人の尊厳を大切にする日本国憲法と教育、これは教育基本のところに書かれている問題ではありますけれども、じっくりと皆さんと一緒にお話を伺う機会が得られて本当に喜んでおります。最後まで前川さんのお話を聞かせていただいて、今日一日有意義に過ごしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。主催者を代表して中島淳さんからご挨拶をいただきました。
日大関学の問題は私が言おうとしていたのです。向こうの監督に関西学院大学と言われた関西学院の出身のものです。なんや50年もやって大学の名前も覚えてへんかいと思ってね、すごい怒っていたんです。で、あの問題がすごい新聞の紙面を占めていて、その時に思ったのは、これなんか動いてないかい、大事な問題すごい隠されてないかいっていうのが思ったんですね。まあもちろん学生を巻き込んだ大事なことなわけなんですけれど、非常に腹が立っておりました。で、今日今中島さんが言いましたけれど、皆様のお手元に、東灘球場の会の代表を務めている内田達さん、それから、深草弁護士さん、弁護士の深草さんのコメントといいますかメッセージをお入れしてるんで、後からお読みいただければと思うんですが、深草さんの中に教育基本法前説といいますか、全文があるのは本当に大事なことなんだっていうことをお書きなわけでした。それをじっくりとお会議の際にでもお読みいただけたらなと思います。で、もちろん皆さんのお顔を見ていたら、はよ前川出せやとそういう感じがひしひしと伝わってまいります。本当になんか男は顔じゃないんだとそうって言う、怒ってはるかな。今やすごい人気の前川さん、お話が本当に面白い前川さんのお話をこれからたっぷりとお聞きいただけたらなと思います。前川さん、よろしく。顔で売ってるんじゃないんですけど、ぜひともこの顔はですね、早く忘れてほしいと思ってます。まあ、いろんなところで声かけられるんでですね、お前何やというような言い方ではなくて、ちょっと待ってください。声かけてくださる方は皆さん好意的な声をかけてくださるわけで、心配してくださる方はですね、駅ではホームの端っこ歩くなと言われるんですけど、私そんな命の危険を感じたことはございません。日本はかなりその独裁化が進んだとはいえですね、プーチンのロシアほどではないと思うんでですね、私の命を取ろうとまではしないだろうと思ってはおりますけれども、それにしても1年前に私の顔知らなかったでしょ。この1年ずいぶん出ましたから、覚えちゃったと思うんですけども、この前中学生にも言われました、テレビ出てるでしょとかって言ってた。そんなって私出たくて出てるわけじゃないよね。で、最近はあまりテレビには出ないようにします。顔を忘れてほしいんで、ラジオの方を中心にですね、この前谷口真由美さんのラジオ出してもらいましたけど、全日本おばちゃん党で谷口さんが立候補されてあれば応援演説ってもいいなと思ってますけど、それでも私は顔は覚えてもらってもいいんですけど、普通に街でラーメンも食べてますし、コンビニ行ってアンパンも買ってますからですね。で、新聞はこう夕刊フジと日刊ゲンダと間違えないように頑張ってるんですけど、そういうことを言ってますけど、佐川さんとか柳瀬さんとか気の毒かなと思います。街歩くとやっぱり佐川だとか柳瀬だとかって言われちゃうでしょうしね。ラーメン屋でラーメン
食べててもやっぱり、あ、佐賀がラーメン食べてるとか、山梨がラーメン食べてるとか言われちゃうでしょうからね。人間なんだから別にラーメン食べたって佐賀だって俺食べたっていいと思うんですけど、そういう意味ではやっぱり、まあ後からでもいいから元のこと喋った方が楽だろうなと思いますけどね。今日はですね、まずですね、この話のせいとかですね、最初にあるかで言われたら忘れないうちにその話をしております。取り出しましたよ、このカード。これは皆さん、私はこれからマジックをすると思いかもしれませんが、そんなことはできません。これは健康ビンゴのカードだそうですね。私はそうだって、私は前にしてたんで、憲法ビンゴ、この憲法 の条文がここにこう優しい言葉で書いてあるんです。例えば13条、これは個人の尊重とする、個人の尊厳とか幸福追求であったとか、これはこういうふうに公開なんですね。みんな違ってみんないい、これ金子の密室のパクリですよね。みんな違ってみんないい、自分の考える幸せを追いかけていこう、これは憲法の一番大事な根っこ、憲法が一番大事にしていることだよって書いてあるんです。これがこの個人の尊厳ですね。個人の尊厳、他に24条、結婚は2人で決めればいい、夫婦平等だよ。この夫婦はですね、ひらがなで書いてあるんです。夫婦夫婦、これ弟って書いて夫婦っていうのがあるし、その女編も2つで夫婦、私 の知っている方で、心労のない結婚式をされた方がいらっしゃいます。恋の相手は女の子っていう本を書いた室井舞香さんっていう人なんですけどね、この前ゴールデンウィークに日刊現代にですね、2冊本を紹介するか記事を書いてくれって言われて、1冊は 森の中の愛の、今日はもう随分売れてるそうで、もう一つはこの室井舞香さんという人が書いた恋の相手は女の子という本、この二つを推薦するという、まあ日刊現代なんてものを読んでる親父もたまにこういう本読んだろうだろうという意味ですね。で、この、憲法ビンゴというのが、ぜひこれは2セット買うと神経衰弱ができるそうですね。それからですね、この俺の中の愛のクリアファイルがあります。俺の中のライオンっていうのは私はあちこちでも紹介させてもらってましてですね、これは本当に分かりやすい憲法の考え方を非常に分かりやすく、国家権力はライオン、憲法は檻をするのが国民という、そういう考え感覚関係非常に分かりやすく説明しているので、これは私自習夜間中学というところで、ちょっとボランティアスタッフやってるんですけども、この、自主夜間中学 の中で、神奈川県厚木市でやっております、厚木鉛筆の会というのがあるんですけどね、ここで教材に採用でしましたこのエルドアナカの愛をですね、これを3冊を購入いたしましてですね、でみんなでこれをこれで憲法を勉強しようと、そういうことにしているというわけで、憲法を勉強するには非常に優れた教材だったりと思います。例えば集団的自衛権を認める閣議決定なんていうのはですね、これはライオンが自分で檻を開けて出てくるものだと、つまり集団的自衛権というのは檻の外にあったわけで、その檻の中のライオンは手を出せないはずだったんですけども、それを勝手に檻を自分で開けちゃうと、要するに閣議決定で憲法を縛り解いてしまったわけですから、これはライオンが勝手に檻を開けて外に出てきたと、こういう日ですし、それから自民党の憲法改正の4項目の中にあります、緊急事態条項、これはライオンに内側から開けられる鍵を開けると出せるものだと、まさにその通りですね。もうライオンが、つまり国家権力が緊急事態だと言った途端に、それはもう鍵を開けて売りが出てくるわけで、国民の基本的人権もそこで、制限されてしまうということで、国家権力が檻から出てやりたい放題になる
そういう危険性を持っているんだということはよくわかりますしね。世の中の例もなかなかこの憲法研究するのはいいものだと思っています。それからですね、同じこの鴨川出版というところが出しております憲法カフェのシリーズがありますのでですね、それもぜひ、ご購入いただければというふうに言えっていうふうに言われたんですけど、これがありましたよ、言いましたね。じゃあ、明日若ご存知ですか。明日若っていうのは明日の授業の若手でご支援を書いた青年公式公開になりますけど、行ってみたらなんか老年ばっかりだったんですね。明日若の方は確かに若いですけど、すいませんでした。青年公式公開の方いらっしゃったらすいません、元青年と言ったら。それからぜひ350円があったら買っていただきたいのはビッグイシューですね。ビッグイシューはその350円です。うち180円は売っている公務員の収入になるということになっていました。私も街で、街角で見かけたらまだ未購入である場合にはいつも買ってます。文部科学省が面している千代田区と港区の境目にある虎ノ門交差点というのがありましてですね、そこにいつも立っておりました。だから私は昼飯に出たというついでにビッグイッシュを買って帰ることがありましたけどね、ビッグイッシュに書いてあることを言うと、そうだ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 と思う記事がたくさん書いてあってですね、私自身は檻の中にいたわけですけども、その時は私は今はそこの外にいますので、ですね、いや内容じゃないですよ、そして僕も檻の外にいるわけで、本当に気楽に喋りたいこと喋って暮らしてるんですけども、檻の中にいた時にはですね、その国民の監視よりも檻のライオンの元にいる、なんていうんですか、ウサギみたいなものだったんですから、このその檻の中は結構大変なんですよ。檻の中のライオンの下にいる、いろんな動物の中の、一人なわけで、一匹いただきます。これはなかなかあよくは檻を破って出ていこうとするようなライオンの元でですね、いや、出ていちゃいけない出ていちゃいけないと思いながらやっている、そういうしんどい境遇にいたわけでございまして、そうすると面中腹配せざるがあったんですけど、そういう中で、ビッグイッシュ買って読んでると、この永田町霞が関の常識ではない国民の健全な常識が書いてありますから、なんか自分自身を取り戻すことができる、そういう雑誌でしたね。ということで、私のインタビュー記事も出ておりますので、ですね、外で出ておりますので、ぜひ、ご購入いただきたい。永田町の記事になります。宣伝はご用意しないかな。大体すべて、ここまでが宣伝でございます。私、自分の宣伝はしてませんけどですね。さて、今日は個人の尊厳を大切にする日本国憲法と、この99条というのがあります。これは憲法尊重擁護義務ということで、国の国家の運営にあたる職にあるものは憲法を必ず守れ、尊重しろ、そういうことを言っているわけでですね、99条は、天皇から始まりますね。天皇、摂政、国務大臣、裁判官、その他の公務員がこの憲法を尊重しろとする義務を、ここにはどう書いてあるかというと、憲法を守らないといけないのは天皇、大臣、国会議員、裁判官、その他公務員みんなだよ、私たちじゃないよ、政治家に憲法を守ってってちゃんと言おう、大事にしてねって書いてある。で、全くその通りでですね、ライオンがちゃんと俺の中にいろって話ですね。私が見るところ、この憲法、この99条で最初に出てくるのは天皇なんですけど、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員、天皇はちゃんと守っておられると思います。
まあ、第一条から天皇の条文がございますけども、八条からですね、一条から八条から天皇に関する条文ですが、まあ、これをちゃんと守って、まあ、言ってみれば天皇機関説ですよね。天皇というのは憲法で与えられた権能を持つだけであって、それ以上のものではない。やはり象徴というのは何だろうかというのは、実はそれははっきりしないわけで、も国民の総意に基づくわけですから、国民が あなたは象徴ですと、ベースを認めてくれなきゃならないわけで、その象徴を足らんとする努力をしておられるなというのは私は感じます。さらにこの憲法をこう表現する象徴でなければならないという、そういうお考えもあるんじゃないかなと思ってましてですね、まあ、基本的人権、どんな人にもその尊厳がある、どんな弱者にも尊厳がある、あるいはその戦争は決してやってはいけない、平和を守っていかなければならない、まあ、そういう気持ちは、まあ、人違いはお強いんじゃないかなとずっと思っております。また皇后陛下もそうですけれども、美智子皇后の作られた歌でですね、私一応鬼大好きな歌があります。平和への決意のようなものが伺われる歌ですけれども、これは何年かも10年ほど前の植樹祭の時に作られた歌なんですけれども、植樹祭の時には子どもたち、ボーイスカウトの子どもたちが出てきて木の苗木を植えるっていう、そういうイベントがありますけどね、それを見ておられる時の歌ですね。どういう歌かといいますと、初夏の光の中に苗木植えるこの子どもらに戦荒らすなっていうですね、初夏といった初夏ですね、今頃の季節ですね、ちょうど今この季節に植樹祭ですけど、初夏の光の中に苗木を植えている、ここまでは非常に、この子供らにと、ここまでは非常にこうのどかな光景です、明るくて、まあ、微笑ましい光景なんですけれども、その最後の一句がですね、ぐさっとこう突き刺さるようなことはですね、戦荒らすな、明日夏の光の中に苗木植えるこの子供らに戦荒らすな、この子供たちの身の上にこの戦争が起こってはいけないんだと、戦争は荒らしてみてはいけないということをはっきりと言っておられる、この平和主義も強くこう意識しておられるなという感じがします。だから、まあ、99条はその天皇はいいんですけど、その後からちょっと怪しくなってくるんですよ。天皇、摂政、大臣、国務大臣、国会議員、裁判官も最近怪しいかな。まあまあ、だから、まあ、この99条一番守ってるのは天皇で、その後みんななんか怪しいなと。天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を、憲法を守るということは、公務員は国家公務員も地方公務員も採用された時には必ず宣言、宣誓するわけですよね。私は常々、ね、こう若い入省したての職員には憲法をいつも意識してくれるということを言ってました。特に文部科学省の場合は人の心に関わることが多いんです。精神的自由権に関わる仕事が多いわけです。表現の自由でありますとか、学問の自由でありますとか、思想良心の自由、信教の自由、まあ、そういう人の心に関わる仕事が多いので、国家権力がその人の心を踏み入っちゃいけない、土足で国家権力入っていっちゃいけないの、そのことを常に肝に銘じていなければいけないし、教育の現場の自立性と自主性というものを尊重するという、そういう態度を常に持ってなきゃいけない、まあ、そういう意味で憲法を守るということは、特に文部省、文部科学省の職員のように、人間の心に関わる仕事をするという公務が、特に心しておかなければならないと思っておりました。ただ、今の政府を見てますと、この権力があまりにも強くなってきていてですね、どうもその、もう憲法をないがしにしているのではないかと思われるような節があるわけですね。まあ、もう利権が疑われるような立法も随分繰り返されていましたが、その発行安全保障法制なんかその最たるものですけれども、しかしその
政府の在り方そのものがですね、もう憲法の精神に背くようなことになってきています。憲法は檻の中のライオンというのは実は3匹いるんですよね。3匹の分離性ですね。一匹でその全体を支配するんじゃなくてですね、3匹をお互い牽制し合うというのがあって、ね、その三権分立が怪しくなって行政と仕事と立法の間の関係がですね、行政が頭にも強くなっている、行政の中でも官邸が強くなっているわけですね。ちょっと落ちましたね。内閣というのはこれ合議制機関なんですね。内閣総理大臣は各省大臣の上司ではありません。内閣というのは合議制機関であって、閣議を開いて閣議で物事を決めていく、閣議決定という形で、閣議決定には内閣総理大臣も各省大臣も縛られるんですけれども、内閣総理大臣が各省の大臣に対してあなたはしなさいこうしなさいと命令する権限はもともと持っていはいません。で、各省の大臣はそれぞれの役所においては一番最高意思決定権者なんですけれども、これが最近はですね、全国何でもかんでも その総理指示だということで総理の指示で動いていくっていう、こういうことが多くなっております。こういう官邸が強くなってきたのは、私のその経験からいくと、小泉政権あたりからかなり強くなってきたと思うんですけれども、しかし小泉政権の時にはですね、官邸そのものが大きな組織にはなっていなかったです。小泉さんというカリスマ的な国民の人気のある人がいてですね、小泉さんが運転がないと進まないと、小泉さんがダメって言ったらもうダメだみたいなんです。それから小泉さんに何て言わせ、どうやって運転を言わせるかということを周りの人間が、財務省は財務省で、文科省は文部科学省で、総務省は総務省でですね、なんとか小泉さんに軍と言ってもらうこと、こうやって言ってみれば認識の見方だとご相談するような、そういう関係があったんですけれども、私も小泉内閣の頃に三位一体の改革っていうのに激しく抵抗したことがあるんです。三位一体の改革というのは3つの改革を一緒にする地方財政の改革という、考え方だったんですけれども、国の補助金負担金を減らし、その分国税を減らして地方税を増やす、でその代わりに地方国税は減らす、こういう関係を作ろうっていうことだったんですけども、だからといって義務教育費の国庫負担金は減らしていかんというのが我々の立場だったんですよね。それで、義務教育費国庫負担金というのは当時3兆円ありますからですね、今は半分ぐらいに減ってますけども、私はその3兆円 の予算を担当する財務課長という課長のポストにいました。ただこの3兆円があるからといってですね、じゃあお前1億やるとかお前50億やるとか、そうやってですね、なんかこうお金を使ってこう地方を操るようなことを教えたかというと、そんなことは決してしておりません。義務教育がの機会均等をどのように実現するかということが大事だったので、いかに公平にいかに平等に配るかということを考えているわけですね。この3兆円あるからといってそれで何か地方をコントロールするということはありえなかったんです。公共事業のような、国土交通省とか農水省とかが持っている補助金というのは箇所付けというのがあって、ここにはつけるけどここにはつけないけど、こういうことができるわけで、そうするとその採択するしないの権限を持っている役所の方が非常に強い立場になりますから、お宅言うことを聞くんだったらお金つけると、お宅のこの部長ポストをうちの役人に起こせとかって言ってですね、言うかどうか分かりませんけど、そういう環境を作ってこう補助金をつけるというか、こういうことが起こるわけです。あるいはもう政治家から頼まれてくると、地元のこの後援会の地元のこの事業をなんとか採択してやってくれというような、そういう政治家の、ご要望というのがあってですね、口利きといいますかね、でそういうものでこう動いていく余地が大いにあるんですけども、
義務教育費国交さんに聞いたらそういうものではございませんでしたです、ね、どんなにけしからんというか、まあ、文科省に歯向かっている自治体でも必ずお金が来るんです。そういう態度のものであって、こういうものをなくすのはけしからんと、義務教育について、もう地域によって水準がバラバラになってしまうじゃないかと言って激しく抵抗したんですね。私はもう担当の課長だったんですけども、ある月刊誌、今はなき月刊現代です、今は日刊現代なんですが月刊現代という雑誌がありました。その月刊現代に自分の名前で、私はまだ文部科学省一課長、まあ当時はまだ文部省ですけど、文部省一課長だったんですけども、もう自分の名前で月刊誌にですね、三位大会に反対だっていう論文を書いたんですよね。でこんなことやってもですね、人事で報復されることはなかったですから、要するにもうそうやってこう大きな論争することができたんですよね。その後も私は順調に出世を遂げましてですねそれでまあ時間になる前に国会正門前のデモに参加したりするという無謀なこともしたんですけど、それでも官邸の気づくところとはならず事務所から出した、ただまあなってみたら、しばらくしたら天下り問題というのが露見いたしましてですね、これは偉いことだということで、まあ、引責辞任をさせていただいたわけであります ですから官邸指導というのは前からあったんですけれども、今の官邸指導がどう違うかというと、非常にも官邸そのものが権力を持ってしまっている。で官邸そのものは非常に大きな組織になってしまっている。でその各省は官邸の下部機関のようになってしまっている。これはもう教育行政だけではありません。外交も財政もそんな形になってしまっている。官邸が全てこうリードして、で各省がそれに従っている、そういう状況が今あるように思いますね。この行政府の中でも一強体制になっているのは間違いないんですけども、その一つの理由はやっぱり人事権を握っているということですね。各省の役人の人事権も、これは誰が握っているかというと菅官房長官が握っていますね。菅官房長官は政府で言えば、総理にするナンバー2ですけどね、日大ナンバー2というのは内田さんという。であの方はどうもその日大の全体の人事権を握っているということですから、構図がよく似ております。でその人の言うことは誰も逆らえない。その反則タックルしようとされたら反則タックルしちゃうわけですね。で今はもう各省が反則タックル、そのタックルだよね。で反則タックルをまた反則タックルしなかったことにしようとかですね。反則タックルが、分かってしまったら、これは指示はなかったというわけですから、非常によく言っております。ですからあれですね、そうやってこう、日大アメフト問題と、安倍政権盛りかけ問題をですね、こう重ね合わせて議論すればいいんだと思いますね。だから盛りかけと言わずに盛りかけアメフト問題とそしたらみんな忘れないで、盛りかけも一緒だって言って、アメフトだけではなくて盛りかけも常に思い出すことができるんだろう。同じ構図ですから。何の話をしているか、まだ人ごとの教育の話してないかもしれません。行政府の中で非常に強くなっているだけではなくて、その政治の世界に与党の中での力が強くなっている。これやっぱり小選挙区制度の中で公認権を持っているということが大きいと思うんですけれども、与党の中にも、かつても自民党というのはいろんな意見を持った人がいたし、もう筋金入りの護憲派、筋金入りの鳩派、筋金入りの人権があったらいたわけですよね。野中英雄さんみたいな、そういった方がいなくなっちゃいましたね。いるかだけのかもしれないんですけども、もう声を出さなくなっちゃってるっていう感じがします。そういうふうにもう与党がこう
ってしまっている感じがするんですね。でその、まあ、権力中枢に近い政治家が、まあ、長領ばっこするというか、自分たちが何かこう権力を持っているっていう、まあ、そういう感覚があるんですよね。あの私の中学校での授業に干渉してきた、介入してきた、まあ、政治家というのはそういうタイプの人たちですね。赤池さんと池田さんという人、イケイケコンビとかそういう、まあ、はっきり言ってこの方々はもう愛国心教育以外、まあ、学校ではやらなくていいと思ってる場合の人ですから、ね、でもあれですよ、これこのずっとこの文教の関係、まあ、教育政策関係ずっとやっておられますから、赤池さんも文部科学大臣政務官されましたし、今はあの文部科学部会の部会長ですから、いずれ副大臣大臣になるという可能性は十分あるんです。赤池さん のエピソードとしては、あのちびまる子ちゃんの映画のキャッチコピーに対して、あの、まあ、文句をつけたっていうなりますよね。友達に国境はないっていうキャッチコピーなんですけど、いや友達だって国境あると言ってこみついたんですけど、つまりあの友情よりも国益の方が大事だと、国際社会っていうのは国家と国家の戦いなんだと、だからその友達だから国境はないのって甘いこと言ってんじゃないんだと、こういうお考えですからね。まあそういうタイプの人たちがものすごく迫力を出していると、でそうでない真っ当な人たちが声を出さなくなっちゃってる、自民党の中にですね、そんな感じがいたします。ですから、まあその立法府の多数を占める与党の中でも、もともとは与党の中にもいろんな人がいたのにもかかわらず、与党の中でもそういう、状況が生じているし、まあ、野党はちょっとそもそも数で少なすぎると、しかもバラバラと、これは仕方ないと思うんですね。心ある人というのはですね、自分で考える人というのはそれぞれ考えが違ってくるんですよね。自分で考える人っていうのは、このあなたの考えと私の考えが違うってことが分かるんです。だからこうどうしてもその自分で考えられている人たちは分かれちゃいます。だから考えない人たちは固まるんです。つまりそれがファシズムっていうものだと思うんですよね。ファシズムっていうのは自分の頭で考えない人間がだーっとこの組織化されていってしまう。自分の頭で考える人たちがどうしても自分の頭で考える以上思想が違ってきちゃうわけで、なかなか一つにまとまらない、こういう問題があると思うんですね。私はこう今の政治状況を見るにつけて、スペイン内戦の時 のフランコ軍と共和国軍の関係をこう考えてしまうことがあるんですね。共和国軍っていうのはコンセプトだったんです。もういろんなタイプの注意しても違う、ファシズムには反対するけど、しかし反対だったけども、それぞれの持っているその政治的な主義は違うという、まあ、舞台だったわけで、共和国軍って言われるのは。で、フランコ軍ってのはもともと反乱軍ですけど、反乱軍の方はとにかくもう鉄のこの統率で元にあるわけで、ヒトラーも全面的に爆発するし、もう自分で考えることを禁じるような組織ですよね。まあ、これもまた見せたいな人みたいなところがあるんですけど、ね、そういう組織はとにかくまとまりがいいですよね。それは自分で考えてないんですからで、だからまあしかしそれでもちゃんと自分で考えている人たちが、あなたと私の考えは違うけど共にやっていこうと言ってやっていく、それが、まあ、大事な民主主義なんじゃないかと思うんですけども、それがどうも今立法府にもそれがもう非常に丸くなってしまっているという状況があります。司法府も危ないですね。まあ、最高裁の裁判官というのは内閣が任命しますから、内閣が長くなるほど同じ内閣で任命される裁判官が増えていくわけですね、最高裁の最高裁だけだったというのは、九州の方もですね、なんかこう政治権力を忖度してるんじゃないかと思うような判決が多いわけ
気がするんですよね。私はあのずっと朝鮮学校の朝鮮高校の無償化廃除について、これは私はもう私自身が関わった仕事ですから、ずっとこの胸の痛みを抱えているわけです。本来排除すべきではないものをですね、無理やり排除してしまったということで、これは訴訟を起こせば国は負けるとずっと思ってました。もうあまりにも理不尽ですから。しかし今のところ、5つの裁判が提起されていて、朝鮮学校側が勝ったのは1つだけですね、大阪だけです。あとはみんな負けてですね、あと3つ負けて、あと1つ残ってるわけですけども、その国を勝たせた判決なんか読んでみると、もう国を勝たせるっていうのがもう先に結論があって、で国を勝たせるにはどうしたらいいかなって言って後から理屈を探したのじゃないかと思われるような判決になったんです。無理やり国の方を勝たせるという理屈をこう見つけ出している、そんな気がするんですよね。三権分立が危なくなっている。本来檻の中でもそのライオンを監視する機能を持っている。ライオンが作品というのはライオンに対して、監視する役の、これは何だか分かりませんけどね、動物だと何なのかな競輪じゃ弱そうだからゾウにしますか、そういう動物がいたはずなんですけど、それが違和感した。さらに私が心配なのは、この今の強い政治権力がメディアと教育を支配し始めたということです。これは本来統治機構外にある、つまり檻の外になきゃいけない、国民の自由な営みとして存在するべきものなんですけれども、そこに国家権力がどんどん及んできている。メディアなんか檻の外ですよね、完全にあるはずのものに対してですね、この檻の中のライオンが手を伸ばして、この記事かけとか、あの記事かけとか言っていると、これは非常に危ないなと思います。この安倍一強の問題を話しておりまして、まだ教育の話はしてないわけですが、本来教育は自由であるべきもの、しかしそれは憲法の体制の下で行う以上ですね、憲法に見沿ったものとして行わなければならないと思うわけです。この憲法の理想を実現するという、そのために教育があり、役割を果たさなきゃいけないという、このことについてはですね、1947年に制定された教育基本法の前文にはっきりとそこが立ってあります。なんて書いてあったかというと、我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は根本において教育の力に勝るべきものであると言っているわけですね。これは我らは先に日本国憲法を確定して、1946年11月3日に公布したということを言っているわけです。先に日本国憲法を確定し、まだこれ制定されてないんです。つまり施行する前ですからですね。教育基本法は1947年の3月に公布されて施行されています。憲法は1946年の11月3日に公布されて、翌年の1947年の5月3日に施行されているわけで、教育基本法の方が後から公布されましたけれども先に施行されているんです。ですから憲法の公布と施行の間にこのできたのが教育基本法で、でもこの教育基本法と憲法とは不可分のセットだった。で憲法の理想を実現するのは教育なんだ、教育を変えなければまた元に戻っちゃうぞと、教育がちゃんとこの憲法を支えなきゃいけないんだ、このことをはっきりと語っていたわけですね。で個人の尊厳とともに出てきますし、個人の尊厳にのっとって憲法の理想を実現していくんだ、このことは教育教育にしっかりと書いてございました。ただこれは2006年に全部改正されましたです、ね、
今あの読み上げたというか今申し上げたこの全文の最初の部分の文章は完全に削除されたわけです、ただ、まあ、個人の尊厳とか日本国憲法の精神の通りとかという言葉は可能性で残っております。ですからあの完全にこの、まあ、破壊されたわけではないんです。なんとか残ってます、なんとか残ってます。ですからあの今の教育憲法でも2006年に改正された教育憲法のもとでもですね、なんとかそれをこうあの使って、あのあるべき教育の姿を目指すということができると思ってますけれども、しかしあの後でちょっと申し上げるように非常にあの国家主義的な方向に行く方向性が出てますし、それから教育に対する政治の支配が強く及ぶようになってます。この国家主義と政治の支配というのはですね、2006年の教育基本法 の特徴だと、そっちの方向にこう進んでいってしまう危険性を払っているというのはですね、ただ本当の意味での教育というのはやはり憲法を支えるものではなきゃいけない。まあ、憲法は個人の尊厳というものを最も大事な価値にしているわけであってですね、教育もやはり個人の尊厳を一番大事な価値として、置いていかなければならない。私はその学校というのは往々にして個人の尊厳をないがしろにする文化をまだ持っていると思うんです。これは戦前から引き継いだものがあってですね、学校は学校で一つの権力関係がありますから、学校の先生というのは生徒に対しては権力者ですね。これが時々暴君になってしまうわけですね。本当は学校の中にも檻が必要だったんですところがこの学校の先生の方が檻を作って子どもたちを檻に入れていると校則とかですね、まあ、髪の若い子も黒に染めなければいけないとかですね、そんなことを我々大阪の美術高校だったかな、まあ、そういう逆のことが起こって子どもたちの個人の尊厳というものを尊重するような教育ではなくて、それをこうないがしろにするようなことが今でも起こっているということ、これはやっぱり反省しなきゃいけない点としてあると思います。まあ、憲法の三原則といわれるものは個人の尊厳のという、まあ、最も大事な価値の上に、まあ、3つの柱として立っているわけですね。基本的人権の尊重、平和主義、国民主権で、自由権、平等権、社会権、参政権といったこの国民の基本的人権で、ただその人権を実践するためにも学ぶということが大事であってですね、ちゃんと学ばないでいると、この人権の主体でありながら自分の人権を行使できないし、人権を失ってしまう、奪われても気がつかない、こういうことが起こります。だから学ぶっていうことによって自分の人権をきちんとこう奪われないように、侵害されないように守っていくっていうことが大事だと思います。まあ、例えばブラック企業で働かされている若者なんかはですね、やはりちゃんとこの労働基本権というものがあるんだということをちゃんと自覚して勉強するということが大事だと思います。それから平和を維持するためにも自分で学ぶことが大事です。教育が大事です。これはユネスコという国際機関がありますけれども、国際連合教育科という学科、このユネスコ憲章のこれまた全文の最初の書き出しの部分は何で書いてあるかというと、戦争は人の心の中で生まれるものであるから、その心の中に平和の砦を築かなければならないと書いてあります。だから平和というのは、本当の平和というのは国境を越えて人と人とがこの心と心でつながり合う、そういうつながりが太くなれば太くなるほど平和は維持されていく、戦争は起こりにくくなっていく、そういうことを言っているわけですね。でそれは教育、科学、文化といったつまりこれは実は文部科学省の担当する分野ですけれども、これは人間の心に関わる分野なんですね。人間の心に関わる分野において国境を越えたつながりというものを強めていく、
それが本当の平和の砦になる、こういう考え方で、政府間でその戦争するのやめましょうねとただ決めただけではそれは維持されない、いわんやその相手が仕掛けてこないように、こっちは向こうよりも強い軍備を持てばいいんだなという考え方なんですね。これは本当の平和にはつながらない、むしろ戦争につながってしまう。隣の国が空母を持ってるからこっちも空母を持つことなんですね。向こうは2隻持ってるんだったらこっちも2隻持つんだとか、向こうが2隻だったらこっちは3隻だとかですね、こっちが3隻だったら向こうは4隻だとかですね、まあ、そうやってその軍事均衡によってああ軍事均衡によって平和を保つという考え方は結局戦争につながります。でこれは本当の平和ではない、これをなんか積極的に平和主義と呼ぶ人がいるんですけど、これは全く間違いない。軍事均衡で平和を保てるっていうのがことであります。本当の平和は保たれない。むしろこの積極的平和という言葉は別の意味を持っていたんで、平和というのは人権だとか生存だとか教育だとか、この人間らしい生活ができる基盤がちゃんと整っていて初めて、保たれるものだと。世界中でなぜテロが起きるのかといったらですね、テロを起こさずにはいられない状況の人たちがいるわけだから、でそういう状況の人たちをなくしていけばいいわけだってですね、これは日本国憲法の中にもその全ての国民がですね、ちょっと日本憲法これある全文でですね、我らは我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認すると言っているわけです。この平和のうちに生存する権利というのは全世界の国民が持っているということを確認すると言っている。しかもその前提としてですね、等しく恐怖と欠乏から免れ、恐怖と欠乏、この安心してそして豊かな生活ができる、恐怖と欠乏から免れるというのはそういうことですね。安心して豊かな生活ができるという条件があればみんな平和に暮らしていけるんだ、こういう条件がないとですね、思いがあって武力に訴えるということも起こってくるわけで、やはり平和を維持するためにはこことここでつながることも大事で、もう一つはどこの国の人もですね、どこの地域に住んでいる人も安心して豊かに暮らせるという条件があるという、そういう条件を積極的に作っていくということによって平和を維持される、これが本来の積極的平和という言葉なんですけども、なんかこう軍事均衡で平和が保たれるというのを積極的に平和主義という、なんか言ってる人がいるからおかしいじゃないかと思ってで、そうですから平和主義を維持していくためにも学ぶということが大事なんですけども、これはもう一つ歴史に学ぶということが大事だと思っています。平和を維持するためには、人類はこれまで何度も戦争してきているわけですから、その戦争の歴史を学ぶということが非常に大事なことだと思います。日本国憲法はもう明らかに第二次世界大戦という悲惨な戦争を二度と繰り返すまいと、しかもこれは日本が始めたわけですからですね、そんなことをもう二度と繰り返すことするなという決意のもとで作られている、だからこそ平和憲法という言葉で呼ばれるわけですけど、この戦争に至ったのとどうやってその戦争に至ってしまったのかということについてきちんと勉強するということは非常に大事だと思います。前文に書いてあるように、政府の行為によって再び戦争の不参加が起こることないようにするということを決意しているわけですから、政府はほっとくと戦争するかもしれない、だからとにかくほっといちゃいけない、もう戦争するなよっていう、このそこの部分のお湯はですね30ぐらいしてた方がいいですよねもうすぐ寄ってくるから そういうどうやって戦争が起きてしまったのかっていうことをもう遡って学んでおくっていうことは非常に大事なことだと思います。それからその反省のもとに立って人類がどうやって平和を維持しようとその工夫をしてきたかということも学ぶべきだと思うんですね。
戦争というのは19世紀においてはですね、もうどの国も勝手にやっていいという常識のことが常識だったわけで、はい戦争しますよって宣戦布告すればいつでも攻め込むことができてですね、もう戦争したい時にすればいいと、もうなんかこう人間同士もですね、今から喧嘩するぞって喧嘩するぞということができると、お前もなんかいいもの持ってるからそれよこせ、俺の方が力強い中で今から喧嘩するからとかって言ってですね、喧嘩して奪うというか、これがもうあの当たり前で、これは許されるってい う国際法だったわけですけど、宣戦布告すればいつでも誰どこでも戦争始められるっていう、これがこの常識はやっぱり否定されてきた。かつての戦争っていうのはもうごく一部の兵隊さん同士でやってたってことなんだけど、もう第一次世界大戦でもうその兵隊同士のやっても戦ではなくなったの、大量にこの、非戦闘員が死ぬっていうことも起きて、それで、もう防衛戦争は二度とする前ということで、国際連盟の是非、1928年にはパリ不戦条約といってですね、もう戦争を違法化する国際条約ができたんですけど、でもそのパリ不戦条約ができたもうあと数年後にはもう戦争が始まっているので、日本は満州事変もその3年後に始まりましたからね。でもそのパリ不戦条約というのは人類が到達した一つのこうマイルストーンであったんですね。ここまで来ましたよと、戦争は違法だっていうことをみんな約束しましたよねっていう、崩れましたけどね、崩れましたけど一旦は約束したわけです。で、第二次世界大戦はもっとその第一次世界大戦をもうはるかに上回る悲惨なことを、惨害を人類にもたらして何千万という人が死んだ、それをその反省の上に立って今度は国際連合憲章ができてですね、国際連合憲章ではこれはもうはっきりと戦争を違法化したわけであって、さらにその戦争だけではなくて武力の行使より武力による威嚇、武力による威嚇までも禁じたわけですよね。これ武力による威嚇を禁じる規定はこの今の憲法9条がありますけれども、これは国際連合憲章から取ってきたことですから、つまり国際連合憲章という形で人類が到達したものを獲得したものをそのまま9条に持ってきているわけでですね、これは平和主義についても国民主権についても基本的人権についても全部言えることですけれども、日本国憲法というのは日本人だけで作ったものじゃないです。それまでの人類の歴史のもとで作られているものであって、人類が獲得してきたものを日本国憲法の中に書き込んでいるわけであって、1946年の時点でその人類が到達したその地点、それが我が国のこの日本国憲法に、体現されていると言っていいと思うんですね。この平和主義も今申し上げたようなパリ不戦条約であるとか国際連合憲章とかというものの上に成り立っている、最もその進んだ形で、書き込まれた、例えば国民主権の原理がこれは日本国民だけのものじゃないということはですね、これは例えばこれですね、この憲法の全文の中に、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権威とは国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する、これは人類普遍の権利であり、この憲法はかかる権利に基づくものであるというんです。この人類普遍の権利だ、人類共通のものだということを言っているんですよね。あるいはその我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないこと、これもこのものであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、つまり日本人だけの憲法じゃないんだよということ、それから97条もそうですね、これは基本的人権についてですけども、97条はこの憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に対、現在より将来の国民に対して犯すことのできない永久の権利として診断されたものである。この人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果だって、日本人だけじゃない、日本人も入ったんですよ、もちろん自由民権運動というのがあったし、大正で本当にもあったし、日本人だって
自由を獲得しようとか民主主義を打ち立てようという努力をしてきた人たちがたくさんいたわけですから、その人たちの先人の努力というものもあった。しかしそれだけではなくてですね、さまざまな国の人たちが勝ち取ってきたもの、それを日本国憲法の中に結晶化させていると。特にこの憲法25条や26条や27条8条というこの社会権規定ですね、生存権やその教育を受ける権利、あるいは労働権、労働基本権といったものは、こういった人権のことを社会権と言いますけれども、自由権というのは国家権力が国に、国民に、個人に対して、むやみに干渉しないように、国を縛る、国に国何もするなと不作為を求める権利ですけど、社会権は逆に作為を求める、ちゃんとこう人が人らしく生活できる条件を作れる、国に対して要求する権利ですね、一定の行為を行うことを要求する権利、教育が受けられる機会をちゃんと作れればですね、人が人らしく生きられるように最低限 の生存が健康で文化的な最低限の生活が送れるような生活保護をちゃんと社会保障をちゃんと制度しろとかですね、こういうことを言ってるわけですけども、こういう社会権というのはこれ20世紀の権利の実験、20世紀になってやっと人類が獲得した、それをその獲得した人権が最初に記された憲法はドイツのワイマール憲法だと言われているわけですから、でアメリカは、自由主義の草案の中にはなかったんですね、社会権って。それを森田達郎さんというような方々が、これはぜひ入れるべきだということで、ワイマール憲法から回ってきて日本国憲法に入れている、そういうものですからですね、さまざまなこうその他の国民が勝ち取ったものをこの受け継いできているわけですよね。この社会権規定はアメリカ合衆国憲法にはないんですから、アメリカ合衆国憲法には生存権規定や教育を受ける権利についての規定はない、社会権は規定されてない。だからアメリカ の社会保障というのはひどいもんですよね。社会保険もないんですから、だからもうお金がないと病院に行けない、医者にかかれない、お金がないから病気で死んじゃうという、こういうことが現に起こっているのはアメリカという意味でですね、ひどい国ですよ。で、あろうことが憲法にその銃を持ち歩く権利なんか書いてあるわけですからね。そんなものを、だからアメリカの憲法はどう考えても日本の憲法よりも100年以上遅れてます。古い憲法ですよ、ね。もうちょっと日本の憲法を参考にして、と思います、私は本当に。で、私が今、世界で最先端の憲法は南アフリカなんじゃないかなと思ってるんですけど、南アフリカ共和国の憲法、アパルトヘイトにですね、新しい憲法を作るというので、世界中の憲法を参考にして作ったというんですね。私はその憲法思想委員会の委員だったという人に会ったことがあるんですけど、日本の憲法を参考にしたいって言ってました。救助大事にしないよって言われました。ですから南アフリカの憲法には環境権があるという一番新しいタイプの人権も書いてますし、それから性的指向、指向というのは指とか向くとかいう性的指向に基づく差別を、性的指向による差別を禁じる規定もあったんです。つまり同性愛だからといって何かこう不利益を被るということがあってはいけないという日本の場合、法のことの平等のところで性別というのは出てきますけど、性的指向による差別を禁じる明示的な規定はないです。しかし私は個人の尊厳によるからにはですね、当然その性的指向による差別もあってはならないと私は思います。で、南アフリカの場合には同性婚も法律上認めているわけですね。同性婚を認めている国はもうだんだん増えてきてますけれども、憲法に性的指向による差別を禁じる規定を設けているという国はまだ少ないんじゃないでしょうか。そうやって南アフリカの憲法というのは世界中の憲法を参考にしながら作ったことですね。
でそうやってですから、じゃあ今度日本の憲法を変えるということを議論するんであればですね、まず南アフリカの憲法を勉強するとか、その今最先端の憲法はどこなんだと、最近使えた憲法っていうのをですね集めて、それで、あ、なるほど、こういうことを書いてたなと、日本の国にも日本の憲法もこういうことを書いたらどうかなというのでですね、まずそのつまり人類の多年にわたる努力の成果をですね、今の時点でもう一遍振り返ってみて、あ、ここの国の人たちはこういう憲法を作ったんだ、なかなかこれいいじゃないかと、それをこう取り入れていくんだったら分かるんですよね、憲法改正も。だけど今の憲法改正の議論っていうのは、なんかその80年以上前に戻るような憲法改正ですから、あ、でもこれは樋口洋一さんという憲法学者、憲法学の、まあ、一番の大学という言い方ですけど、この方の書いておられるのを読んでいたらですね、自民党の改憲案というのは戦前回避どころではない、江戸時代回避ということが書いてあります。慶安の遅れが来た、民はよらしむべし、しらしむべからずみたいな、そういう世界に戻っちゃうんじゃないか、まだ記憶の話はしたいみたいな、まあ、こういうその主権者教育、主権者教育というのが今非常に重要だと言われてるんですけれども、私も非常に重要だと思います。特に選挙権と国民投票権が18歳に下がりましたからですね、憲法改正が発議されれば18歳の高校3年生も投票する権利を持つわけです。主権者として憲法改正の是非について判断していけばならない、そういうことですから、私はもう中学高校で憲法についての勉強をしっかりやらなければならない、本当にもう彼らが自分たちの将来をですね選択することになるわけであってですね、そこで何も分からずに知らないまま憲法改正の是非を判断するというのは非常に危ないですからですね、私は今こそ受験者教育の中でもまず憲法教育をやるべきだと思います。まあ、そのためには憲法ピンクがいいと思います、ね、まあこれもやはりですね、国民主権も学ばなければ失われるよというのがあるんですね。ですから教育が憲法を支えるっていうのは国民がきちんと学んでいかなければですね、国民がせっかく手にしたものが奪われるよ、失ってしまうよということだと思います。で、憲法は今度は憲法は教育の権利を保障しているわけです。それは26条で書いてありますけども、これまた自民党の改憲草案にはですね、26条の加憲案というのがあるんですね。憲法26条第1項は、すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有すると書いてあります。教育を受ける権利、長続くその教育の機会均等の保障ということが書いてあるわけであります。で、第2項は義務教育に関する規定で、すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと書いてあります。で、最低限の教育を受ける、これはもう人間が人間として生きていく上で、必要不可欠なものであります。まあ、人間は教育を受けることによって人間になる。学習を通じて人間になるであってですね。そこが他の動物と違うところで、他の動物はもう DNA にこう組み込まれた成長過程があってですね、もうお母さんのお腹の中から生まれて、あとはですね、ほったらかしているとも大人になってくるんですけども、人間はこうまとまった組織的に学ぶという時期をちゃんと作らないと、人間らしい人間になっていかない、そこでちょっとこの前、今日ですね、ここへ来る途中で、私の講演を聞いたとおっしゃる方にお会いしたんですけども、この中にいらっしゃるか、第2会場か、第3会場かわかんないですけど、で、歌を一曲歌えとおっしゃるわけです。それで、そこでですね、まあ、しょうがないからちょっと勉強の歌というか歌おうかなと思いますね。ひょっこりひょうたん島というのが人形劇があって、このシナリオを書いてた中に井上久志さんがいたわけですね、球場の会
人ですけど、でそのやっぱり私の中に出てくる歌、勉強の歌なんですけど、まあ、ちょっと歌ってみますか。ただね、どうもね、この前歌ったらその節は違うと思って、ちょっとメロディーを間違って覚えていただきたいと思います。後で編集してみたいと思ってますけど、これはよっこりぼたじまっていうのは、まあ、主人公は子供たちなんですね。で子供たちで、その中にテケっていうのがいてですね、これこの子はね、勉強はできないんだけど、お料理大好きっていうところなんです。で、まあ、テケの、お料理を歌うんですよ。僕がいいところが大好きさ、大大好きさって歌があるんですけども、まあ、これはちょっと今日はやってみますけど、ね、ちょっと歌っちゃいましたけど、でこのテケが歌う、勉強嫌いなんです、この子は。お料理好きなんで勉強嫌い。それで、こういう歌を歌うんですね。勉強なさい、勉強なさい、大人は子供に命令するよ、勉強なさい、偉くなるために、お金持ちになるために、あー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 、そんなの聞かしたって言うんですよ。そういうね、お金持ちになるためにとか、偉くなるためにとか、文句の話人事になるためにとか、通称商売になるためにとかですね、そんなので勉強者って何なんだそう、まあ、こういう大人が勉強しろ勉強しろっていうのは嫌だっていう子供たちの、まあ、悲痛な叫びの歌ですね。でそれに対して三平先生は何て言うかというと、いいえよい大人になるためよ、男らしい男、女らしい女、人間らしい人間、そうよ人間になるためにさあ勉強なさいって言うこれはちょっとここはですね、ジェンダー的に問題があるかもしれないですけど、男らしい男、女らしい男ってですね、これはそういうふうに決めつけちゃいけません。人間らしい人間であればいいんであってですね、いろんなタイプの人がいていて、性別が男であれば女であればですね、その男はこうじゃなくちゃいけないとか、女はこうじゃなくちゃいけないという、こういう決めつけはよくない。ですからここの部分はちょっと変えた方がいいですね。ここは変えた方がいいんですけども、人間らしい人間、これはまあその通りでいいです。人間らしい人間になるためにはやっぱり勉強が必要だと。これはなんで勉強しなきゃいけないかっていうのはかなりよく表している歌ではないかなと思ってましてですね、まあ、それでいつも歌ってるわけです。で、まあそういうことですね。結構26条の話してたんですけど、そうだから教育を受ける権利というのはこれは人権なんですよね。で人間が人間らしい人間になるためにどうしても必要なので、その条件を必ず国が整えなさいと。これは社会権ですから、国に一定の行為を必ずやるように求める権利である。無償という言葉は出てこないんです。2個には出てきますけど、今でも。
という学校に行こうとすると出てくるわけですけど、そっちはまあ残しておいてですね、参考にお付け加えるんですが、参考にはその無償ということも出てこないんです。ですから無償化についての条文ではないんですね、これは。で、ただですね、非常にこれは危険な言葉が一箇所だけ出てくるんです。26条第3項改正版に、どういう言葉かというと、教育が国の未来を切り開く重要な役割を持つことに鑑みて、国は教育の環境を整備しなければならない、こういう書き方になっています。そうするとですね、これここは人権保障の規定なんですよね。本来で一人一人が学ぶ権利を持っている、それを保障するのは国の施設の義務だということを言うための、その条文の中にですね、国の未来を切り開く役割っていうのが紛れ込んできているわけです。でそうするとどういうことが起こるかというと、国の未来を切り開くために役に立つ人の教育はするけれども、国の未来を切り開くために役に立たない人の教育はしないと、こういう論理にすぐ行ってしまう危険性があります。これは教育は誰のためのものかっていうことなんですけども、教育はこの個人のためなのか国家のためなのか、これは実はずっと戦前もですね、一体二体の議論があったわけですね。しかし基本的には戦前の教育は国家のための教育だったんです。個人のための教育ではなかった。ですから人権規定、教育を受ける権利の規定なんかは明治憲法にもなかったんです。憲法、教育は憲法に基づくものではなくて、直令とですね、それから直後に基づくものだったんです、ね、つまり天皇の命令に基づくものだったんです。教育に関する教育の中身については直令で決めてたんです。直令というのは天皇の命令ですね。でその特にその教育の中身にとって一番大事なのは直後、教育直後ですという形で決めていた。そういう直令直後で決めていたものを今度はこの今の憲法は教育で、教育の憲法でちゃんと決めるんだっていう、そこは大きな違いなんですけども、そこに国に役立つ人間だったら教育するけど、役立たないんだったら教育しないという理屈に的に、内緒なものが紛れ込んでいる。これは非常に私も危険だと思っています。ただですね、今の教育受ける権利に関する憲法26条についてはですね、将来的に本当にいい意味で、憲法改正を考えるのであれば見直した方がいいと思っている部分がありましてですね、全て国民はって書いてあるのはですね、国民でない、つまり国籍を持たない人に対しては教育を受ける権利保障者っていいというふうに述べてしまうわけです。しかし今日本という国は国際人権規約、英規約、社会権規約と書いてますけど、これを批准してますし、子どもの権利条約も批准してますから、これらの多国間条約によって国籍のいかんを問わず教育を受ける権利を保障するということは、これはしなければならないわけです。しかし憲法には国民としか書いてなくて、国民でない人の教育を受ける権利を保障するというところまで文面だけ見たらですね、そこが読めないという問題なんでですね、外国人に対しても基本的人権に関する条文は可能な限り適用して考えるということが、これはもうその通説的な考え方ではありますけれども、でも国民って書いてあると、じゃあ国民じゃない人はダメなのかなと、これは国家に対する国家に対する一定の行為を請求する権利なので、だったら国民じゃないとできないんだっていう理屈があるわけですね。しかし例えば在日の人たちだってですね、税金を納めてますからね、そもそも税金を納めてるのに賛成権がない方がおかしいと思います。もともと代表がなければ課税なしっていうこともあってですね、ちゃんとこの政治に参加できるからこそ税金を納めると、税金を納め税金を取られるんだったら税金の取り方を決める国の
この政治に参加する権利を持たなければおかしいじゃないか、こういう理屈は本当はあるはずなんですよね。まあ、この、話がちょっと聞いておきますんですけど、憲法26条に関してはですね、国民なんていうことだけではなくて、何人もとか、すべての人だとか、国籍にかかわらず、教育の公平の権利を持っているということが分かるような書き方にならないか、変えた方がいいと思います。で、2項はですね、もう全面的にもう公文を変えてしまったという、第2項、義務教育に関する規定ですけれども、これはすべて国民は、その保護する市場に普通教育を受けさせる義務をとなっていてですね、国民の義務という形になっているんですけれども、これ立憲主義の考え方からいけば憲法に国民の義務規定を入れる必要はないです。憲法は国が守る義務を持っているのであってですね、国民は国に対して憲法に書いたことを守らせる立場ですから、憲法に国民の義務規定を書く必要は本当ないんだと思います。で、生実家ですね、そのこういう国の教育を受けさせる義務とか、納税の義務とか、勤労の義務とかって書いてあるもんですから、それで、じゃあもう一つ付け加えようかとか、もうあと二つ付け加えようかとかって、国民の義務規定をもっと付け加えようかっていう議論が出てきちゃう。私はもう、国民の義務規定そのものをなくした方がいいんじゃないかな。この26条の第2項に関しては、国が義務を負うっていう形に書き直した方が、本質はすっきりと分かると思うんです。どういうふうに書き直すべきかというと、国は全ての人に無償の普通教育を受ける機会を保障する義務を負う、こう書き直した方がいい。国は全ての人に無償の普通教育を受ける機会を保障する義務を負う、こういうふうに書き直したときに見えてくるのは、国はその義務を果たしてないじゃない、あちこちでですね、その義務から漏れてしまっている、その無償の普通教育の機会を保障されていない人がいるじゃないかということが見えてくるわけです。で、一昨年の12月に教育機会確保法という法律が超党派の議員連盟を母体にして作られました。これはまあ、なんて言いますか、非常に画期的な法律なんですけれども、しかし未完成の法律なんですね。まあ、ちょっと言い方はおかしいですけども、完全な法律ではありません。理念と方向性は示しているんだけど、それを具体化するのは、これは関係者の努力を要するということであって、法律に書いたから実現するということではなくて、実現する方向性や理念は示したけれども、それを実現するためにはさらなる努力が必要なんです。こういうタイプ の法律です。しかしその中で不登校で学校に来られない子どもたちのための学習の機会というものをちゃんと考えていく必要があるとかですね、あるいは若い時に学校に行けなかった人、あるいは本国で学校に行けなかった外国人、そういった人たちのためにですね、学習の機会、普通教育の機会をきちんと用意する必要がありますよ、ね、こういうことを言ってるわけです。で、まあ、そういうこともあって、今文部科学省は、まあ、長年ずっともうデータに接してきた夜間中学に対してですね、手のひら返したようにですね、皆さん作りましょうと言い始めてるわけですよね。少なくとも各都道府県に最低1校以上の夜間中学を作ろうなという目標を立ててですね、各県の教育委員会に対して、検討してくださいとこう、まあ、お願いしている。今文部科学省はそうやって全国夜間中学を作るって方に、収支替えしてるわけですよ。昔はもう潰そうとしてましたからね。これ、まあ、こういうふうな本当の意味でこの義務教育というのは国のが負っている義務であって、何の義務かというと、全ての人に無償の普通教育の機会を保障するということなんだと、こういうふうに書き直した方が本当はで、その場合に私は義務教育という言葉を使わない方がいいじゃないか、無償普通教育という言葉を使って、これは国民の権利だなということをはっきりさせた方がいいと思います。全ての人の権利だ、国民ではなくて全ての人の権利だ。でそれを保障するのは国の義務なんだ、こういうふうに、まあ、書き直した方がいいんじゃないかなっていうのが私の意見ですけどね。でそこでですね、しかしその教育の
教育を保障するというのは非常に大事なことであるんですけれども、このその教育の中身は誰が決めるんだという問題があるんです。でこれは長年あの戦後論争がありました。 国民の教育権という考え方と国家の教育権という考え方と、国民の教育権という考え方は、教育というのは国民がそもそも自由に行えることなんだと、それに対して国家を干渉しちゃいかんと、学習指導要領を作って、この学習指導要領で枠をはめるとかですね、教科書検定をしてこの教科書を使えと強制するとかですね、それからあの学力テストをやって、その国が決めた通りに勉強しているかどうかをテストすると、とこういうようなことをやるのはあの憲法違反だという考え方。一方で国の方はできたかというと、いや 国はちゃんと代理性民主主義のもとでですね、国民が選んだ国民の代表者が法律を作り、その法律に基づいて、教育の内容を決めているんだと、その戦術の。だからこの正当性があるんだ、こういうことを主張してですね、これがあのこれに決着つけたのは1976年昭和51年 の旭川学力テスト事件最高裁判決というものですけれども、言ってみればこれ結果良性論というか、どっちの説も極端だと言って退けたんですね。教育の現場に、完全な自由があるというわけではない、一定の枠は国が作っても構わない、しかしそれはあくまでも対抗的な基準で、大雑把な基準でですね、細かいことまで足を交渉なんていうことは国は立ち上げないかと、ある意味中途半端な判決ではあるんですよ。でしかもどこからどこまでがこの国がやっていいことで、どこから先が国がやっちゃいけないのかっていう、その境目が実はよく分かんないところがあるんですね。で、この国の権限ということについてですね、2006年に教育基本法の改正がありましてですね、第1次安倍政権のもとでこの教育基本法の改正を行えたわけですけれども、ここで先ほど申し上げたように教育に対する政治の支配が強まるという条文が盛り込まれた。もう一つは教育の内容について国家主義的あるいは絶対主義的な内容を強めるような条文が付け加えられた。この2年においてこの教育基本法の改正というのは憲法との関係から言ってですね、その緊張関係が出てきたと思うんですけれども、その教育に対する政治の支配という意味ではですね、元の教育基本法の第10条という条文がありました。でこの条第10条は今16条になっているんですけれども、この元の10条というのはどう書いてあったかというと、教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われているのであるというのがあったんですね。教育は不当な支配に服することなく、これは不当な支配というのはどういう支配なのかというのは、これは教育基本法を制定した時の国会の議論の中に出てくるんですけれども、当時の文部省の局長がですね、政治家の官僚ですって言ってですね政治家の官僚がもうあれこれ口を出して、教育の実践を妨げた、こういうことが戦前戦中に行われたので、そういうことはないようにするんですっていう、こういう言い方になってて、不当な支配をする主体は誰かというと役人というか政治家だというと、そういうことをはっきり言ってます。でその後この国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの、つまり学ぶものと教えるものとの間の直接の関係にその責任関係があるのであってですね、そこに政治権力は介在しないという考え方ですね。直接の責任だ、そういうことが書いてある。これが教育基本法第10条だったんです。しかしこの2006年の教育基本法の改正によりましてどう変わったかというと、教育は不当な支配に服することなくまでは残りました。不当な支配に服することなくが残ったというのはこれは幸いだったんですけども、その後の文言が全部削除されましてですね、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるというのはなくなりまして、その代わりにどういうことが書いたかというと、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきである、つまり法律に定めるところにより行われるべきである。そうすると、法律の根拠があればどんなふうに権力的に介入していってもいいんだと言わんばかりの
ったかなんていうのかね、法律の根拠があれば教育の中に足を起こすって言ってみたということになりかねないですよね。しかし不当な支配に服することがあるということは思ったんですから、教育の自主性、自主性というものを不当に歪めるような介入の仕方をするというのは、これはやはり仮にその法律の根拠があると言ったとしてもですね、そこまでやっちゃいけないと。つまりあれですね、ある中学校で元官僚だった人が来てですね、まあいろんな話したとだとしてですね、それが別になんか、重大な法律違反があるのかということだったりするんですけれども、あるいはそこでそのパワハラとかセクハラしたとかだったりするんですけども、あよかったよかったって言われてた授業に対してですね、何であいつを呼んだのかですね、15項目にも及ぶですね、詳細なその資産状を振り付けるなっていうのがですね、これは教育の現場の自主性に対する不当な干渉なんですよ。それをまたその役人だけではなくて、一部政治が先ほどイケイケコンビと言いましたけど、このイケイケコンビの圧力によってやってるわけですから。ただ、私は文部科学省の後輩たちのことを考えると、ちょっと気の毒だとは思ってるんです。気の毒だけれども、やっぱりここで負けちゃいけなかったと。国会の答弁なんかを聞いてるとですね、これはあくまでも文部科学省で、自ら判断してもらったことですと、この政治家の圧力によって行ったことではないんですと言ってるんですよね。言ってみればその日大アメフトの宮川君がですね、これは党の指示じゃなかったんですって言ってる話なんですよ。で、これはいじめの構図です。いじめてる、ずっといじめられてる子はですね、どんなにこうボコボコにされて怪我したとしてもですね、いじめられて怪我したのかとは言わない。自分で転んだとかって言ってですね、いじめられているということを言わない。これは文部科学省がもういじめられているという状況なんですよね。それを自らは言えないという、これはちょっとね。で、僕らは文部科学省だけじゃないです、財務省もそうなっちゃってますからですね。そういういじめがですね、この教育の中身を誰が決めるかというのは、実は非常に大きな問題でですね、これを国国家権力が恣意的に圧力交渉で決めてしまうと本当に危ないことになります。ところがこの安倍政権下の教育政策の下では、国が定めた方向に行けというそういう圧力が非常に強まっているわけですね。教育基本の改正での一つ、国家主義的全体主義的な内容と申し上げたのは、道徳心を養うとか公共の精神を養うとか、あるいは郷土や国を愛する態度を養うと、こういった言葉が教育目標という条文の中に掲げられたわけで、教育に書いた、教育基本に書いたんだから、教育の法律の根拠があるんだから、これをちゃんと学校でやれっていうふうに、権力を押し付けていくと、こういう構図になっている。で、その最も、はっきりと分かるものが、この4月から始まった道徳の教科化ですね。これまでも道徳の時間というのは週に1時間ありました、小学校でも中学校でも。で、この道徳の時間というのは戦後しばらくまではなかったんです。戦前は終身というのがありました。終身科という教科があって、で、終身科というのは筆頭の教科であって、国語や算数や音楽とかいうものの上に一番大事な教科ということで終身科というのがあって、この終身科、終身科についてもこのちゃんと学んだかどうかということは高校生でこの評価されたわけで、終身ちゃんと出てきて、君はなかなか道徳的に立派な人間になったという場合には高校だと、高校生の高ね。だから、おそらくドラえもんの登場人物でいうとですね、出来杉君とかですね、静香ちゃんなんかもきっとこうだと思うんですね。だからジャイアンとかスネ夫とか、あの辺はどうもあんまり道徳的じゃないんだけど、あの辺は兵じゃないな。のび太っていうのはどっちでもない平凡な男の子で、お
そらくオツですよね。よくもないし悪くもないみたいな、あのちょこちょこで、まあ、失敗もするけどみたいな、こういうしかし道徳的なこの人間の成長をこう甲乙丙というのを別化できるようなあるもので合わせるかっていうと、そんなのできないはずなんです。あるいはあの100点満点で君の道徳は70点とか君の道徳は20点とかですね、そんな点数化数値化もできない。ですあの道徳なんてそういうものだと思います。 ですからこの評価化するっていうのは、評価化するっていうことは到達度を評価できるようにするっていうことなので、そんなことはできませんよっていうのがあの戦後の一貫した考え方だったんですね。でもこの中心化を復活させたいっていう勢力が常にこの存在し続けていて、でその最初の動きというのは、まあ、最初 のはっきりとした制度化の動きはですね、これは1958年昭和33年に、道徳の時間が設けられた。これは岸信介内閣の時です。岸信介内閣で松永党って東内閣です、ね、松永党という文部大臣がいて、この文部大臣の通の一声が始まったんですね。来年から週1時間道徳をやれとかって言ってですね、それで文部科学省は学習指導要領がないうちに通達を出して、来年から週1時間、必ず道徳をやりなさいとかっていう通達を出してですね、そこから始まっている。これはまさに政治指導で始まっているんですけどね。でその週1時間の道徳というのはずっとその続いていたわけですけれども、それが60年続いて、それで、今年からですね、これがその特別の教科というものに格上げになったわけです。でこの特別の教科とは何かというと、これまでの道徳の時間と違うのは、一番大きく違うのは検定教科書を使わなければならない。文部科学大臣が検定した教科書を必ず使えるという検定教科書使用義務というのが変わるということです。でもう一つは評価をすることになったんです。今までの道徳の時間は評価をしてませんでしたけれども、ただこの評価については文部科学省は序列化したり数値化する評価はできませんっていう、そういう考え方はずっと保ってます。じゃあどういう評価だったらできるのかっていうと、A さん B さん C さん比べることはできません。交互併用もできません。100点満点で70点とか20点とかってことができません。しかしその子が前と後とで、学ぶ前と学んだ後とでどう成長したかという、その個人内評価というんですよね、その成長の後を評価することができるはずだっていうんですね。それをしかし数値とかではなくて記述式で評価してください。これはでも大変ですよ。40人の生徒がいてですね、その4月の太郎君と7月の太郎君の1学期の最初と1学期の前 の成長をですね、一人一人言葉で表せてるんですね。その分かりますかね、3ヶ月までどんな風にその道徳的に成長したかっていうのは、こんなの無理難題中ですよね。それを40人分かけなんて私はできませんね。で、まあ、私がアドバイスしたいのは、とにかくその何か一ついいところを見つけて褒めてやれと、それでいいと思います。まあそれでいいと思います。で問題はその検定教科書を使うって話なんですけども、この検定教科書が非常にこう問題が多い一番のことですね。この特定の価値を刷り込むようなものになってしまっている。決まりを守る、これは大事だ、この決まりを守るってことが大事だっていうことを言うためのまあ、物語があって、でそれを使うともうそういう話を刷り込むようなものになってしまっている。これこの前クローズアップ現代プラスという見ていましたら、道徳の授業やってる姿を表して、なかなかいい番組だったですから、もう一回繰り返してみてもいいのかと思います。2つの教材を使って、1人は若い先生、1人はベテランの先生、その授業の様子を映し出してました。1人、その若い先生が使っていたのはですね、お母さんの請求書っていう物語です。これはですね、高志君という男の男の子がいて、お母さんに請求書を出すんですね。いろいろお手伝いしたから、お買い物に行ったからいくらとか、お留守したらいくらとか、そうやってこのお手伝いしたことを並べ立てて、それぞれこう報酬を自分でこう書いてるわけです。で合計500円とかって言ってます。
で、それをお母さん請求書で渡す。で、お母さんは、はいはいと言って、まあ、500円渡してあげるんですけど、まあ、それも渡していいかって答えもあるんですけどね。まあ、それで渡す。で、今度はお母さんが、その高橋君に請求書を、病気の時に、発表してあげた。だから、例で、なんかご飯を作ってあげた。これも例で、とかね。まあ、それでもいろんなことをお世話してあげたいなって。これは全部例ですよ。お金はいらないという請求書を作って渡すわけです。で、高橋君はそれを見ている間に、じんわりと涙をかけたんですよね。それって涙をかけるかなって。要するにこれはですね、無理やりこの母親の無償の愛を感じたっていう話です。ああそうか、お母さんはその無償の何もその見返りを求めずに、また僕のためにいろいろやってくれてるんだな、ありがたいなっていう無償の愛を感じて、親への感謝の念がこう湧き上がって、それがその感動としてこの涙につながったと、まあ、そう解釈するでしょうけど、かなり無理がある話です。だいたいそんな請求書突きつけるとやったんですからね。で、これについてですね、この番組の中でやってたのは、子供たちは子供たちに求めていたのは、この時のお母さんの気持ちを書きましょう。で、そのお母さんの気持ちとしてはですね、まあ、みんなそれらしいことを書くわけです。お母さんは高志君が元気に大きくなってくればそれでいいんだよって、お金なんかいらないんだよなんてね、書いてる。これはね、先生がそういう答えを持っているということを知ってるわけです。先生がそれが正解だという先生の正解をもう忖度してるわけですよ。生徒たちが、子供たちが。で、先生がこう書けばそうだよねって言ってくれるなと、褒めてくれるなと、先生が褒めてくれると俺も先回りして書いてる。子供たち自身がですね、その持ってるっていうよりもですね、先生が持っている正解をもう忖度して書いてる。ところが、その忖度しなかった子が一人いて、その子が何ていう答案書いたのか、どういうふうに書いたかっていうと、子供がいいねお手伝いするとお金もらえて、お母さんもいくら仕事してもお金もらえない、お母さんもお金もらいたいぐらいだって、こういうふうに書いた。これは家事労働のですね、対価という、ね、非常に大事な問題ということになります。で、こういうみんなと違う意見が出てきたときこそチャンスだと、その先生としてはですね、そこから議論を始めてほしいわけ。ところが、その意見をその彼が言った途端に、周りの子が笑っちゃってるわけ。その要するに、滑稽な意見だというふうに、周りの子が笑った。で、周りの子が笑っただけではなくて、先生はどうしたかっていうと、そんなこと言ったってお母さんは霊園だと言ってるじゃないか、お金が欲しいんだったら例に高くとかって言ってですね、そうやって本当はお金が欲しいと思っているはずだっていう、その彼の意見をもう全く一蹴してしまう。全く取り上げようとしない、もうただのバカな意見だっていうんでですね、放置しちゃうんですね。これはまた経験不足っていうところかなと思うんですけど、そうするとその男の子が後でこううつむいて涙流してるところまでこうカメラが捉えてるんですよね。で、そこで後でその番組ディレクターその子にインタビューすると、お母さんは共働きで働いてるんだけど、忙しくしてるんだけど、それでも一生懸命回収してくれてると、でもそれは大変なんだから本当はお金欲しいんじゃないかと、まあそういう彼は彼の考えがあるわけですからね。それをこう引き出して子ども同士の議論に持っていけなかったっていうのは非常にこれはまずかったなと、こういう授業を一つ映し出してましたね。もう一つ、これは別の先生がやってる授業なんですけども、これは星野君の緩いだっていうお話を題材にしてます。星野君の緩いだっていうのは、少年野球の星野君っていう少年が主人公なんですけど、野球の選手、この試合に勝てばその次の大きな大会に出場資格が得られるっていう非常に大事な試合で、しかもその彼が今バッターボックスに立つんですけど、大事な局面ですね。
あと1点入れば勝てるっていう、サヨナラのチャンスで、ランナーが1塁にいる。でランナーが1塁にいて、まあ、あのノーアウトかワンアウトかっていう時には、まあ、あの送りバントってやりますよね。でこれ監督の、はい、指示は送りバントです、サインは。でところがこの星野君は今日は打てるっていう自信があってですね、しかもそこにこの絶好球がやってくる。そこで星野君はあの監督のサインを守らずにですね、バットを振ってしまって、それが二塁打になる。で二塁打になったので一塁ランナーがカウントのもう本塁まで戻ってきて、そこで決勝点が入って試合に勝った、こういう話です。で、そうしたらですね、その後監督が選手たちを集めて、おっしゃいました。今日は試合なかったけれども納得がいかないことがあったと、決まりを守らなかった人、みんなは決まりを守って約束していたはずだ。試合に勝つことよりも決まりを守るのが大事だ。でそれであの決まりを守らなかった星野君は次の試合には出場禁止ってという話なんです。でこれは決まりを守る、これは大事だっていう、そういう特目を、まあ、自覚させるための話なんですよね。だけどこれどう思いますかね。これまあね、野球だからね、延長戦なしでもね、これ野球だからこういうこの辺り見えると思うんですね。サッカーとかラグビーとか、あるいはバスケとか、とにかく野球っていうのは実はあのこう止まってくるという時間が長いんですよ。監督何言ってるのかなとかですね、他の球技っていうのは常に動いてますよね、選手たちは。だからなんかその監督のサイン見てどうしようかって判断してる、そんな暇ない。瞬時にとにかくみんなどのプレイヤーも自ら判断して動かなければ動けない、そういうタイプの球技なんだけど、野球は違うんですよね。まあ他にもバゲートボールなんかもそうじゃないね。だから実は止まってる時間がない。攻撃の時はバッターとランナー以外みんなベンチで座ってるわけですね。何でしたっけ。ただこの星野君の二塁打っていう話についてはですね、このまんま行ってしまうとこの決まりを守らなきゃいけない、守らないとペナルティーが受けない、だからちゃんと決まりを守りましょう、おしまいってなっちゃう。でそれだとですね、どんな地域でも守るっていう、また日大アメフト部になっちゃうこれ日大アメフト部になっちゃいます。監督の指示は絶対ダメじゃないですか。でそうじゃないと、自分で判断するってことがあっていいじゃないかという議論が何かおかしいんですね。でこれはこの先生、クローザップ現代でやってた先生はこちゃこちゃの先生ですけども、この君たちが星野君だったらどうする、あなた方が星野君だったらどうする、バントする、それともどうする。で一人の男の子はまた本当にね、優等生みたいな子がいるんで、僕はやはりクリマントですって言われてですね、チームのためにはやはり言われた声を取りするのが正しいっていう、ああいうのが効果からなんだと思ってで、もう一方の子は、もう一つ言った男の子はだって今日は打てるって気がするんだし、一番いい球が来るんだから、それを打った方がいいと思いますと。で、最後に女の子はですね、決まりっていうのは一応決まりは守らなきゃいけないけど、いつも守らなきゃいけないってことじゃないんじゃないか、その場その場で守らない方がいいっていう場合もあるんじゃないかと、こういうこの意見を言ってですね、でそれがまあ一つの締めくくりじゃないわけですけど、まあ、こういう議論をするっていうことが大事で、文部科学省ですね、一つの価値をすり込むな、考え議論する道徳が大事、この正解のない問題を考える、正解一つではない、で道徳的価値と道徳的価値が葛藤あるいは対立することはこれは応援してある、そういうこの価値と価値の対立葛藤ということを経験させることが大事、まあ、こんなこと言ってるわけで、
文部科学省は一つ その考え方が特目を刷り込むようなことをするなって言ってるんです。これはでも学習指導要領の解説という文章の中でそう言ってるんです。ですから私は学校の先生方には解説の方をよく読んでください。学習指導要領そのものを読んでしまうとですね、もうなんか特目しか書いてないです。で教科書はもっと読んででもこの星野君の二類だっていう話もこの絶好期が来たらどうするっていうところで止めて、そこであなた方が星野君だったらどうするとバントするのヒットを打とうとすること、そこでこう選択を考えるっていうのが一つありますし、それからその後は読んでやったらですね、監督がサインを出した通りにはしなかった選手がいて、でそれが結果的には勝利に貢献した。その時にあなた方が監督だったらどうする、この星野君を責めるか褒めるか咎めるか称賛するか、よくやったと、僕のサインを間違ってたと、それを言う勇気があるかということですよね。だからという、監督だったらどうするってなって、星野君を褒めるのか責めるのか、それからこの監督が星野君が決まりが分からなかったから出場禁止だとかって言った時に、その後でじゃあ君たちがあなただったらこのチームのキャプテンだったんです、この星野君に対して監督の言う通りだと、これからちゃんと監督のサインを守るよと言うのか、それとも監督に対してですね、星野頑張ったじゃないですかと、次の試合に出場させないなんてちょっとひどすぎじゃないですかと僕ってかかると思うんですね。あるいはチームメートに行ってですね、もうあの監督もリコールしていたその監督に対する解釈請求をここにこう教えるとかですね、まあいろいろあると思うんですよ。ですからこういう物語も使いようですからですね、私は子どもたちが自分で考えるってことが大事であって、結論は何であり意味です。自分で考えて自分の正義自分の善というものを見出していくっていうことが大事です。ところがこのもう型にはまった人間を作ろうとするような方向にこの道徳教育が行こうとしている、これは非常に危ないと思います、ね、これはもうまさにその教育ということとか国際思想とかというものにつながっていくし、一旦環境があれば生きる行為法人といってですね、もう何かこう権威が権威大きい権威のために自ら犠牲することが美徳なんだというような考え方に突っ走っていってしまう、そういう危険があると思います。それからこの道徳の教科書ではどうしてもこの個人の尊厳という観点が欠落しています。一人一人が大事なんだという姿勢を欠落していて、集団の中の一員として、存在意義があるんだと、学校の一員だとか家族の一員だとか国家の担い手だとか、そういうことばかりが強調されていたんですね。しかしその国家よりも大きい集団である人類とか世界とか地球というものが出てこない。ですから私は個と地球の哲学って言っているという個人の尊厳という部分と地球市民的な視野と両方欠落しているんです。それは別の教材で補っていかないとそういう部分の学習はできないなと思います。まあというわけで時間がこれもうじっくりじゃない、というわけでですね、随分お話がちょっと長くなってしまいました。どうなっていいですかね、この辺で終わらせていただきたいと思います。教えていただきたい。ありがとうございました。お話を聞いていて思いましたけれど、時間というのはあれですか、やっぱり記録はあるけど記憶にないってのは前川さんにもあるのかなと思って、おしゃべりの途中で私今何しゃべってましたっけ、あれ完璧に記憶にないわけでしょね。え、いや、私最近本当に記憶力を減退してますからね。危ないですよ。危ないですか。記憶がないっていう人はもう申し訳ありませんです。記憶がないっていう、その記憶がないで済まされない。だからその例えばね、呼ばれて記憶がない間になんかその人のなんか服破りだとかっていうのがあるかもしれませんね。だからといってその破った方が消えるわけじゃないですからね。だから記憶がないっていうのは
だんだんの料理になるんですかね。ね、はい。ありがとうございました。すごい、あの本当にあの冒頭私がちょっとメモを入れたんですけれど、ちょっとあのマイクの調子とかいろいろあって、第2の部屋第3の部屋でお聞きの方が聞こえへん、分からへんとおっしゃったんで、私慌ててメモを入れたんですけれど、実はあの質問の時間もちょっと取っていたんですけれど、なくなりました。そろそろは疲れて終わるかなと思ってずっと待機してたんですが、終わる気配なし。すごいな。で、今気がついたら1955年生まれ、なんと私が昔一緒に仕事をしていた西条秀樹と同い年でいらっしゃる。でしかも昨日がお通夜で今日がご葬儀だったのに、私は行くことができませんでしたけれど、秀樹と喜兵衛ね。そんなことを言いに出てきたわけではありません。こういうご本を、販売しております。前川喜兵衛、寺脇健、これからの日本、これからの教育、千曲新書から出ていて900円です。でこれをお買い求めいただきますと、今から喜兵衛ちゃんがサインをすると言っておりますので、もうお求めかも分かりませんけれども、ぜひこの機会にお買い求めいただければなと思います。それから前川喜兵衛さん の, あのご自身でも言ってらっしゃいましたけれども、ずっと一周300円と駅で売ってらして、私は時々フラフラと買ってしまうんですが、その一周も、売っておりますんで、ぜひそれと厚若の憲法若手、弁護士さんが綺麗どころが揃ってずっと売っておりましたから、いろんなご本がございます。ずいぶん遅くなってしまいましたけれども、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お帰りください。